日本関東地方北関東北関東は関東地方の北部を指す名称である。茨城県、栃木県、群馬県の3県、もしくは埼玉県を加えた4県。同じく関東地方の南部を指す故障として南関東がある。関東地方の北部、茨城県、栃木県、群馬県の3県を指した地域の故障である。 埼玉県を加えた4県を指すこともあり、その場合、埼玉県の中でも北部、秩父地域を北関東都市、南部は含まないこともある。北関東が含まれる主な用語は以下の通り。現在の関東地方の中央部には、利根川が東西に流れているが、この地形になったのは徳川家康の号令で始まった利根川当選事業が完了した。 明治時代以降である。それまでの関東地方は中央部に以下の水系が集まり、大雨の時期には氾濫を繰り返し下流域川口付近は広大な湿地帯を形成していた。古墳時代、関東地方には毛野川流域一帯に毛野国が成立しており、毛野市は山東県の中でも大きな発言力を有していたと言われる。毛野国は 北関東の中央部に位置し、海藻は、第十代天皇、主人天皇の第一王子、豊木入彦の命で、ケノシはその光栄と伝えられる。飛鳥時代後期、ケノシ光栄の下付の小丸は、藤原不人と共に、大和王権の律令制定の編纂に関わったと言われる。足柄山の金太郎のモデルは、下付の工事で、足利銀行のマスコットキャラクターは、 金太郎であった。戦国時代以前、関東地方は、藤原支流あるいは川内源氏流で、家の氏の流れを組む諸氏の知性であり、との文化を基盤とした、関東独特の文化が培われてきた。戦国時代には主に守護大名や関東八屋方が、戦国大名化していった。また、戦国時代中期までは、上位権力として、古学坊が存在した。 北関東地方の主要な戦国大名、戦国時代初期には、栄翔の乱での混乱に乗じて下谷国の戦国大名宇都宮聖綱が北関東の覇権を制止当格を表すが、この忠綱の第二内閣で勢力を急速に喪失するなど、北関東の情勢は安定していなかった。宇都宮市だけでなく、佐竹市、山内上杉市、那須市、小山市、 岩松氏といった各勢力内でも、栄翔天文年間に内紛が発生している。そうした内紛の対応に追われている間に、南関東のご法上氏が、腰炭炭と勢力を拡大し、北関東へと進攻を仕掛けてきた。結城市、小田市、那須市、三武市といった勢力は、ご法上氏に従い、佐竹氏や宇都宮市、小山氏といった勢力は、越後国の上杉謙信。 南関東の里見義隆と連携し、北条氏康氏宇治正氏に抵抗した。一方、佐野正綱、港は広照、由良成重といった一部の正大名は、上杉謙信を名手とした、連合軍と、後北上氏の間を離反と降伏を駆使して、名脈を保った。後北上氏の侵攻により、山内上杉氏小山氏といった勢力は没落しを出し、見武氏。 皆川市、佐野市、由良市といった勢力は、最終的に御法上氏に従属する形となった。また、上野国には、海野国の武田信玄も信仰を仕掛けており、主君なき後も、三内上杉家臣の長野成政が信仰を、食い止めていた。そんな状況下で、日立国の佐竹義重が頭角を表し、半号法上氏連合の名衆を務めつつ、欧州方面に、 勢力拡大するなど、佐竹氏は、北関東の中心勢力へと成長することに成功。反後法上氏連合は、豊臣秀吉による、小田原征伐まで、後法上氏による侵攻に激しく抵抗していった。また、戦国時代の北関東では、大田原鈴木よ、大関高、像、三仏麻房、羽賀高紗田、大田原綱木福原鈴隆、羽賀高綱、ね、 ゆらなりしげと、多くの暴虐家が活躍しており、暗殺や下国状が頻繁に起こっていた。小田原征伐後、豊臣秀吉による、宇都宮市沖により、こうした関東地方の文化を築いた、署名家は、支配的地位から退くことを余儀なくされた。一方で、佐竹市、宇都宮市、結城市、那須市、皆川市、ゆら市、大関市、大田原市、 岡本氏長は所領安堵され、豊臣大名へとなっている。しかし、豊臣大名として残れた勢力も決して安泰では、なく、宇都宮市のように改役されたり、佐竹市、結城市のように、豊臣大名から近世大名へと移行する間に、江戸幕府の命で、北関東の地から去ることとなった勢力もいた。主を失った、関東の地で、これら諸氏の受け皿となったのが、 生は源氏よしえゆう、田氏の名を継ぎ、江戸幕府の祖となった徳川家康であった。徳川氏は着々と関東各地に、審判や旗本、譜代、大名など副審を配置し、あるいは直轄地化し、戦国期の波動的支配体制に変えて、泣くまで待とう、に象徴される王道的支配体制を敷いた。こうして、江戸時代の間、関東は、 さしたる大変化や大改革も求められず、古来の関東平野に根付いた文化が引き続き培われ、さらに、それが、領主の定期交代によって、関東一円で一栄化された。しかし、欧米列強による帝国主義の波は、日本国内に波動を再起させ、江戸幕府の王道的統治機構を麻痺、崩壊に至らしめた。こうして、 関東地方は再び大きな主を失うこととなった。倒幕運動、母親戦争といった武力闘争の末に誕生した明治政府は国家の近代化、列強化、そして中央集権化を民主的な法をもって急速に推進し、明治政府の本拠地となった江戸は中央政府の近代国家、日本の象徴、首都東京たるべく急激に改造され、 それに見合う東京文化が新たに形成された。しかし、その表舞台となった関東地方に根付く旧来の民衆、都市構造、文化といった要素は東京文化に相反するものであり、東京との距離が生じる結果となった。さらに南関東が小に近代化、列強化の表舞台となって、急激な変化が一時的に起こった地域であるのに、対して、 北関東は、根川水系と関東北部山系の地理的、気候的影響によって、近代化、列強化が二次的に起こった地域であり、これが、関東地方内における北関東の大きな特徴とも言える。このように、北関東は、関東平野の北部地域であり、自治体の境なく自治体管流動が非常に活発となっている。 代表的な地域とその特徴を以下に列挙する。茨城県北部県央地域と県北地域。茨城県北部は日立国であった。古代の日立国周辺は東国最果ての地であったと言われる。奈良時代に律令制が敷かれると東海道に属した。平安時代に入り、関武天皇に多くの巫女があったことから山と朝廷は、 日立国を新能人国と指定し、以降日立は、官務兵士一族の認知の一つとなり、水戸周辺は、日立兵士、大城市の領地となった。大城市は、水戸に館を築くが、これがその後の水戸城に継承された。一方、前九年の役、後三年の役で、欧州安倍氏の鎮圧で功を挙げた聖は源氏流白木、三郎源、吉光の長男、 原義行業は、日立国久寺軍、佐竹号を領して、佐竹氏を名乗った。また、義光の三男、源の乗清は、中軍、武田号を領して、武田氏を名乗った。武田氏は、大城氏と競合して朝廷から建成され、開国に移ったが、佐竹氏は、大城氏の娘を嫁として土着し、戦国時代には、戦国大名となって、日立国、 下宇佐国を支配したが、関ヶ原の戦いで西軍についたため、久保田藩に転望された。江戸時代、この地には、水戸徳川家が廃され、日本橋からは、水戸街道が整備された。現在は、主な鉄道に、JR 常磐線、道路は、常磐自動車道、国道6号が通り、福島県浜通りへの経路となっているほか、北関東自動車道、国道50号が、 栃木県、群馬県への経路となっている。中心地は、茨城県の県庁所在地である、水戸市。県央地域と県北地域を合わせた茨城県北部の人口は約114万人。日立市、東海村、日立中市、大洗町には、北関東随一の重要公安である、茨城港があり、北海道、北米、欧州、極東、中国、 韓国定期貨物航路の拠点、北海道定期旅客航路の拠点、北関東の物流拠点となっている。また、日立市、日立中市は、日立製作所及びその関連企業の工場が多数、立地する、企業城下町となっている。地域の東部には、北関東最大の海水浴場である大洗や、味ヶ浦、夏に、海浜コンサートが開かれる。 国営日立海浜公園が立地し、また北部日立周辺は、河原の湖、川尻、石浜等の海水浴場を抱える。久慈川上流は、闇溝山地の関東北部山系、さらに、阿武熊高地に連なり、道の区国との天然の境界となっていたが、現在は、JR 水軍線や国道349号が、整備され、 日本有数の名瀑である袋田の滝があり、観光名所となっている。河口地域南東部に位置する地域。大洗鹿島線や鹿島線、国道51号の沿線地域である。東関東自動車道により、千葉、東京と結ばれている。水京筑波国定公園の一角で、東に鹿島灘、西に霞ヶ浦、南に利根川、北に北浦が面する。 古くから関東第一の神社として知られる鹿島神宮や、勝負で有名な水橋地帯の板子といった観光地を抱える。高度経済成長期に重要港湾の鹿島港を中心とした鹿島臨海工業地帯が建設され、住友金属系の企業などが多い鉄鋼や石油を中心とした工場が置かれており、重化学コンビナートのとしても発展と工業が盛んであり、 最近のカミスは商業としても発展している。また、カシマ、カミスは風力発電が行われている。農業も盛んであり、ホコタのメロン出荷量は日本一である。スポーツ界では、鹿業地域の全域がカシマアントラーズのホームタウンに指定されており、最近は鹿島の高校から全国高等学校サッカー選手権大会に出場するほか、 カミスにはサッカーグラウンドといったスポーツ施設が整備され、全国から合宿で訪れるなどサッカーが定着している。他の地域へは千葉県北東部に行くものが多い。県南地域かつての毛の川、古海川川口付近であり、南部はカトリ海や湿地帯であった。江戸時代以降に開墾され、神殿となった土地も多い。現在では、 ベッドタウンとして開発され、東京特部や南関東が生活圏に含まれる地域となっている。日立国部分と下宇佐国部分に分かれる。日立国部分に関しては、古代、毛野川流域には、毛野国が立国され、下付の訓の領土であったと言われる。平安時代、この一帯は、寒武平死流大城市の領地であったが、その後清掃に敗れて失脚した。 鎌倉時代から室町時代にかけては、下津国氏宇都宮史望系の八田史流、小田氏が、日立国守護となって統治し、戦国時代には、日立国守護で、戦国大名となった佐竹氏の勢力下にあった。江戸時代になると、清は源氏、細川氏が、八田部藩に入宝し、明治維新まで続いた。廃藩地県の当初は、新張県に編入された。 また、下宇佐国として続いてきた南部は、印馬県、千葉県を経て、茨城県に編入された。現在は、筑波山や霞ヶ浦などの観光地を抱える。県南地域は、大きく4つに分けられ、筑波エクスプレス沿線地区、鳥手、龍ヶ崎、牛久地区、土浦、石岡地区、稲敷地区に分かれる。筑波研究学園都市や、上層ニュータウン、 龍ヶ崎ニュータウンをはじめとする、新興都市が多く、県南地域の中心として、人口21万を数える筑波は、研究学園都市としての成熟が進む中、鉄道開業と前後して、商業集積が進み、ベッドタウンの側面を見せつつも、ニュータウン都市とは一線を画した、独自の中心性を持っている。JR 常磐線。 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス沿線は東京都区部へ通勤する新興住民が増え、この新興住民は茨城都民とも呼ばれる。このため場合によっては南関東扱いされることもある。常磐線及び国道6号が利根川を渡ってすぐのところに位置する取り手は JR 電車特定区間の北端であり朝夕は 地下鉄千代田線が乗り入れ、長年にわたって、茨城の南の玄関口とされてきたが、2005年の、つくばエクスプレス開業以降、都心回帰が叫ばれる今なお着実に、人口増加を続ける森屋をはじめとした、同線沿線の地域に、その座を奪われつつある。県西地域、小賀や筑生をはじめとする地域。主に、旧佐島郡、旧真壁郡、旧有機郡に相当する。 古川は、宇都宮線の沿線なので、埼玉県や栃木県の一部だと誤認されることも多い。結城も、新四号国道が通っているため、埼玉県や栃木県、群馬県とのつながりが深いのに対して、県内た地域とのつながりは浅い。国県の出先機関が集中する地区制も栃木県との境にあり、県庁所在地の水戸方面とのつながりは浅い。以前は、 土浦ナンバーだったが、全域でご当地ナンバーにより、新たに作られた筑波ナンバーへと変わった。西南端の古川、五川、ベッドタウンの側面もあり、中でも五川、県西地域で唯一東京都市圏に属しており、県南地域の筑波市や土浦市よりも、東京特別区部への通勤、通学率が高く、東京特部や南関東も生活圏となっている。 利根川以南の五家では、利根川を隔てて隣接する茨城県内の市町村より、埼玉県北東部の区岸、市、って市との結びつきが強い。地域格差を解消するための施策として、県では2006年から2010年度までの5河年計画で、過去、県南、県西の各地域を南部広域連携県とし、県北山間、県北臨海、県欧の 各地域を北部広域連携圏に分けた展開の方向性を示している。南部県は南関東とのさらなる連携を強める交通インフラに重点を置いた地域づくりを北部県は北関東における物流拠点や先端産業拠点と広域交通基盤の整備を目指している。また県庁内に県北地域の振興を専門に行う。 県北振興室が新設され、県北地域振興を担うグリーン、ふるさと振興機構とともに、茨城里山生活と名付けた、主に段階世代をターゲットにした移住に地域居住など、県北地域での、ゆったりと豊かなライフスタイルを発信、推進している。今後は、東京都心に近く人口増加傾向の南西部の、発展が続くと予想されている。 逆に北部は過疎地域が増加する傾向にあるため、衰退の可能性もはらんでいる。栃木県宇都宮都市圏とその、周辺栃木県最大の都市であり、北関東随一の商工業都市である宇都宮を中心とする地域。宇都宮市、日光市、塩谷郡、川内郡、芳賀郡、蒙古市、鹿沼市、上津賀郡の人口は約100万人。東北新幹線。 宇都宮線、東武日光線、東北自動車道、北関東自動車道をはじめとする数多くの交通網が整備されている。南東平野部には北関東工業地域の工業団地が造成され、工業化が進んでいる。北西の山地部と各都市部には歴史的財産及び日光国立公園などの天然資源を基盤とする観光施設。 文化施設やレジャー施設を廃している。大規模商業施設は、宇都宮等の都市域に集中している。北関東自動車道は、北関東各県間の物流を強化するため、新日本豪国道沿線の北関東工業地域と、茨城県と群馬県の3地域を結ぶ形で、建設されている。古代、ケノ国の時代から絹川の上中流域に位置し、 肥沃な土地を基盤として安定した地域が形成されてきたが、一方でこの豊穣な土地の領有権をめぐる構想の戦場となり、また天生や幕末の動乱期には政権の180度転換を強いられてきた。宇都宮ふたら山の神社、日光ふたら山の神社、林王寺等を歴史的基盤としている。日光の二社一時は世界遺産に登録されている。 古くは、東山道の北側に位置する溶岩の地であり、遥か京から江蔵を見据える、重要拠点であった。また、宇都宮は、中道の最北端に位置し、欧州に抜ける際には必ず通らねばならない、要衝であり、下の国一の宮、宇都宮二ら山の神社が置かれ、平安鎌倉期には、藤原秀里京や藤原北家道県流、宇都宮市と江戸大作に、 中央政府から派遣された、武人内司祭司が、支配権を有した。特に、宇都宮二良山の上社の侵食者であり、下付国士であった宇都宮氏は、京都の中央政府とのつながりを維持しつつ、鎌倉幕府の有力な御家人として、また室町期戦国期には、時の室町幕府を援護し、関東八ヶ方として、毛の川流域一帯を統治した。 また、絹川伊藤は、宇都宮市の老党、菊吉,吉両党が統治し、益子市の館があった、益子西明寺には、宇都宮市の墓所も現存する。宇都宮市は終始中央政府に従属し、足利将軍家をはじめ鎌倉府、関東管令上杉市に従い、戦国時代後期には、南関東に台頭したご北上氏を、 日立国の佐竹氏と共に建成し、小田原聖伐の後は、豊臣秀吉から、橋場政を授かった。この後、秀吉は、時の当主、宇都宮国綱と共に、宇都宮城に入城し、この折参陣した、東北の大名の処遇を決定した。この地は引き続き宇都宮市が統治したが、朝鮮の役の後の1597年、宇都宮市は突然改役となり、 鴨牛や奥平氏が変わって、領主となった。その後、聖は源氏を称する、徳川家康が、聖遺体将軍につき江戸の地に、徳川幕府を開くと、江戸のお膝元として、繁栄を享受した。江戸時代、家康は、自分の病所としてこの地を選び、その子秀忠は家康を祀って、東照軍を、建流、さらに孫、家光は、東照軍を、 今日の姿に大蔵大した。これに伴って、江戸、京、仙台方面から家康の美容所、日光東照宮に参詣するための交通路が整備され、徳川や諸大名、京の直詞など、当時の要人たちが行き交う要所となると同時に、地域政治の中心地でもあった宇都宮は、江戸から那須を経て、道の区国、白川へ向かう欧州街道の分岐点となり、 江戸幕府にとって、軍事的最重要拠点の一つとなった。宇都宮城は、時の領主、本田正澄が、近代的平城に大改築し、また、宇都宮の町は、幾重もの堀と周囲に配置された、自社軍に囲まれた、要塞都市に生まれ変わった。幕末には新政府軍と旧幕府軍との交争の場となり、母親戦争では新政府軍は、宇都宮、 六道辻から、宇都宮城、宇都宮二良山の神社に向け対砲による攻撃を行い、旧幕府軍を相当した。この戦闘で、二良山の神社社殿は消失したが、明治年間に政府によって再建された。廃藩地県では、宇都宮県、日光県、茂木県、猛火県等を経て、栃木県に編入され、1884年からは、県都として、 栃木県地域の行政、経済の中心となっている。那須、大田原周辺古くは、街道、東山道が通り、江戸時代には、欧州街道、現在は、東北新幹線、東北自動車道、国道4号線などが整備され、中央と道の区国を結ぶ、交通の要衝であり、那須や黒羽、大田原など、中川流域を中心に豊かで安定した地域が、 形成されてきた。奥の細道機構では、松尾芭蕉も長期滞留した。北関東にあっては珍しく、江戸時代にあって中世来の豪族に支配権が認められた地域。藤原北課長下流、那須諸氏が、江戸時代以降も黒羽藩や大田原藩としてその基盤を維持した。大田原市、那須塩原市、焼田市、桜市、那須唐山市、那須町、 中川町の人口は約35万人。那須高原を中心として観光業が盛んで、果樹園や牧場も多く見られる。那須大田原における証券は、大田原、那須塩原、焼田、桜の各市の商業施設を中心とし、総人口の約70%にあたる25万人前後の購買活動を吸収している。一方、 福島県境に近い那須町や旧黒磯市付近からは越境して福島県白川市等の商業施設に購買に出る例が見られるが逆に福島県の住民も食品や日用品の買い出し飲食に那須大田原県を訪れるため黒磯井北の国道4号線には福島ナンバーの車の往来が多い両毛地区古代ケノ国の中心にあった地域で 現在の栃木市付近には下谷国の国府が置かれた。また、栃木市の東隣に位置する下野市には、下野国分寺跡、下野薬師寺跡といった史跡がある。平安時代以降、関東に起こった姓は源氏吉し流に行ったし、足利市、道義交流佐竹市、藤原秀里流富士生足利市、小山市、結城市、佐野市、 皆川らはこの地域の領有権をめぐって構想した。下津国市で、宇都宮二ら山の上社スと日光山県業職を兼務した藤原北家同県流で、下津の市内市中原市の流れを組む宇都宮市は、終始中央政権体制として、下津国内の清掃の鎮静に当たった。鎌倉時代には、 鎌倉幕府の有力御家人となった小山氏が治め、南北朝時代には、足利高氏の意向を受けた国師の宇都宮氏が掌握したが、室町幕府が鎌倉府を設置すると、関東官令、上杉氏の統治下に入った。鎌倉久保の足利重氏が台頭し古川に移って、古学坊を称すると領主たちはこれに従属した。戦国時代に入って、 御北上氏が台頭すると、この地域は、中央政府方と御北上法が喫行する、主戦場となり、最終的に御北上氏が、勢力下に置いた。豊臣秀吉が、御北上氏を破ると、有城市が変わって治めた。その後有城市は、領地替えになり、江戸時代は、時の中央勢力から派遣された者が、変わる変わる統治した。栃木県と群馬県にまたがる地域は、 両毛地域と呼ばれ、古くは、東山道、江戸時代には、日光霊平四街道、現在は、国道50号、国道122号、国道293号、両毛線、東部伊勢崎線等が通っている。現在、国道50号沿線はモータリゼーションが発達して、商工業ベルト地帯化しており、R50 ベルト地帯や、両毛デルタ地帯などと呼ばれることがある。 水戸線や両毛線は R50 ベルト地帯を結ぶ生活路線として機能しているほか2008年3月8日には北関東自動車道の大田やぶずインターチェンジと大田気流インターチェンジが開通した近隣の佐野市の佐野プレミアムアウトレットや大田市のイオンモール大田など郊外型商業施設には近隣住民が県境を越えて訪れこれらの道路には 周辺各地域のナンバー社が往来する。この両毛地区の東に接する小山市、小賀市などの宇都宮線沿線地域は近年、ベッドタウン化が見られ、東京圏に属する住民も少なくない。関東地方のほぼ中央とも言うべき地域で、小山市は国道50号、小賀市は国道125号、国道五十四号の沿線であり、共に国道四号、 JR 宇都宮線が市内を縦断している。小賀市は茨城県であるが、南北軸を見ると、日光街道の沿線である。小山市の南隣、小賀市の北隣の野木町は、東京都心への通勤率が10%を超えていて、東京都市圏の北端部に位置しており、南関東と同一地域と見ることもできる。また、両毛地区の南に接する羽生市、 加須市などの旧北埼玉郡、熊谷ナンバー管内地区は、歴史的に、日光街道の北西部に位置する地区で、両毛地区とのつながりが深く、一方で、埼玉の名称の由来となった地域でもある。通勤、通学では、東京圏に属する住民も多いが、タクシーの営業区域が、加須市の旧大都根町、旧北川辺町を除いて旧帯から、県北交通圏であり、 東部伊勢崎線が、区域で、日光線が、南栗橋で、系統分離され、群馬県あるいは、栃木県両毛地区と同一の運転が、行われるようになったことから、日常の生活圏としては、両毛地区の施策も取られている。加須市の旧北川部町は、市外局番が、小賀0280で、単位料金区域は、小賀 MA であり、新小賀駅は、小賀市ではなく、 かぞ市にあるなど、対岸の小菓市との関わりも深い。群馬県前橋市、高崎都市圏及び、群馬県中北部前橋、高崎は、関東平野の北西端に位置し、群馬県の行政、商業、産業の中心となっている。前橋、高崎都市圏は、平成の大合併により、山間地域を合併したため人口密度は下がったが、旧前橋、 旧高崎地域は1 5トル圏内の市街地で、密るふされ、前橋、高崎都市圏を形成している。隣接する前橋市、高崎市、伊勢崎市、藤岡市、富岡市、安中市、渋川市及びその周辺自治体の人口は約120万人。一方、北部一帯は谷川学に代表される、峻険な山岳地帯となっており、 その湧水は当地域のほとんどの人口が集中する、利根川流域に結集する。この南部平地部と北西部山岳部では、気候も全く異なり、前者の冬の平均月最低気温がマイナス1.0度程度で、最新積雪もほとんどないのに対し、後者では、気温マイナス8.0度、積雪2メートル以上に達する、気象庁観測点も存在する。 人口密集地域が限られるため、公共交通網整備は、比較的効果的に行き届いており、道路では、関越自動車道や、北関東自動車道、国道17号、国道18号、国道50号、鉄道では、高崎線、新越本線、上越線、両毛線、八甲線、吾妻線、高下電気鉄道高下線などが整備されている。 この地域は古くは、毛の国に、また両政国時代にはこれを分かった、上野国に属した。国府は、車軍に置かれていたとされる。平安時代初頭、上野国は、日立国等とともに、新能人国とされ、その新能の子孫である兵士が到着したとされる。白井長尾氏や総社長尾氏沼田市、安中氏などがその光栄と言われ、同一県内でも、 藤原北家流書士や聖和源氏流書士の排出が多い大田市や気流市周辺とは対照的である。この地域は北部山岳地帯を中心に関東の北の温泉場として著名であり観光開発が施されている。温泉場の数は伊香保温泉、四万温泉、草津温泉、水上温泉、猿賀京温泉など200を越し、特に草津温泉は 日本一の自噴輸出量を誇る名刀とされる。一方、首都東京からの交通の便は、決して良いとは言えず、草津温泉の場合、上野駅から、JR の在来線特急で、約2時間30分の長野原草津口駅から、さらに路線バスで20から30分かかり、また、直行高速バスでも新宿駅から3時間30分、以上かかり、 車利用でも関越自動車道の渋川以下保、インターチェンジから約 50km の山道を行かねば、ならない。同じ北関東の温泉場である絹川温泉や、塩原温泉、那須温泉に比較しアクセスしにくい状況もあり、近年では、遊客が芳しくない。産業は、農業が非常に盛んであり、前橋市の農業産出額は、 約300億円に達し、ついで、つまごい村も100億円以上を算する。工業は、北関東工業地域の一端にあり、年間製造品出荷額は、高崎、前橋だけでも1.2兆円を超える。年間商品販売額は、高崎、前橋だけでも群馬県内の総販売額の50%以上を、占める。埼玉県秩父、より、 熊谷周辺熊谷は国道17号より秩父は国道140号の沿線であり秩父鉄道はこれらの地域を結ぶ生活路線となっているこのほか東京へ向かう鉄道路線として八甲線東武東上線高崎線が走る荒川の流域で内陸国の色が濃く住民のショッピング地や市線は地元志向の傾向が見られる 南端には国営武蔵川岡両森林公園に代表される大地が広がるが、西端には奥秩父山海の山々がそばえている。秩父夜祭りで有名な秩父市や長泥渓谷などの観光地を抱える。北関東と南関東の文化や風土が混在している。特に熊谷周辺は大田。 小山などと同じようにモータリゼーションが発展しており、同じ埼玉県内にありながら、北、関東系の店舗が多い。また、秩父地方の車が、熊谷ナンバーであったり、北、関東系の店舗の比重が大きいことから、秩父地方もここでは北、北関東扱いする。しかし、歴史的には、関無兵士流諸市に、ゆかりの地域であり、南関東と同一地域とみなせなくもない。 全般には、降水量は、生火期から秋雨を中心に多く、冬季は、乾燥晴天となる典型的な東日本型の太平洋側気候の地域である。北西側から西側の高い山脈により、梅雨前線の影響や、冬季の大陸間気団の影響は、比較的小さい。日本海側との赤粒部を除いて、雪日数は少なく、 主に南岸低気圧通過時に降る。内陸部と沿岸部で異なる特徴を有する。茨城県沿岸部では、年格差が小さく、夏は冷涼で冬の夜間は、比較的冷え込むが日中は温暖である。その他の内陸部は、内陸性気候の特徴が強く、特に、群馬県と栃木県南西部にまたがる両毛地域、平野部の夏季は高温で猛暑日も、 国内の中で非常に多い地域である。冬は、空っ風の影響で日中の体感気温は、比較低いが、沿岸部よりも、夜間の冷え込みが弱い日も多い。夏の昼下がり時は、毎日のように、積乱雲が発達し、熱雷が多く発生する。雷は、上州名物として有名で、栃木県や埼玉県でも多く見られ、宇都宮市は、雷都と,という異名を持つ。 そのため、生火期の日照時間は、国内でも少ない地域である。また、冬の唐っ風は、群馬県では、赤木おろし、栃木県では、二らおろし、南帯おろし、茨城県では、つくばおろしなどと呼ばれており、いずれも、北部と西部に、山岳地帯を抱える北関東に、特徴的な気象となっている。水橋、つくば山、日光、怒川温泉、那須高原、 草津温泉といった観光地を抱えており、週末や行楽シーズンには観光客で賑わう。関東平野に位置する点もあって、近郊農業が盛んであり、深谷の木、岩井のレタス、土浦のレンコン、二宮のイチゴ板倉のキュウリなどが代表的な農産物である。北関東三県には日本の人口の 約6%、約700万人が居住し、約27兆円の GDP を生み出している。農業畜産業工業、工業商業立領時代には、機内を中心とした行政区分であったため、茨城県と東京都、埼玉県は東海道に、栃木県と群馬県は東山道にと、機内を中心とした放射状地方区分になっており、 東山道には京から白川に至る街道、東山道が整備された。江戸時代になると、三勤交代によって、東京を中心とした放射状の街道が整備された。茨城県には、水戸街道、埼玉県東部から栃木県北西部にかけては、日光街道、栃木県北部には、欧州街道、群馬県と埼玉県西部には、中山道が整備され、宿場が置かれた。 また、中仙道の倉賀の宿から津賀を経て日光に至る、ルートとして、東山道に重なる形で、日光東照宮への金華放納のために、京都からの直視が通る日光霊平市街道が整備された。江戸時代のそれぞれの街道は、現在の国道6号、国道4号、国道119号、国道17号、国道293号、121号等の、 源流となった。江戸時代に五街道が整備されて以来、関東地方の交通網は、基本的に、東京を中心とした、放射状幹線及び京都からの放射状路線にあたる、環状連絡線によって構成されている。道路網では、東京から北に伸びる、放射状道路には、西から東へ、順に、関越自動車道、国道17号、国道122号、 東北自動車道、国道4号、新4号国道、国道294号、常磐自動車道、国道6号、東関東自動車道、国道51号が、線上に並んでいる。そして、これらの扇を結ぶ、古城道路として、南から北へ、順に、東京外環自動車道、国道16号、国道354号、国道125号、 国道50号、国道293号、国道123号、国道145号、国道120号、国道461号などが、通っており、現在は、北関東自動車道や県王道などを整備中である。鉄路網も同じく、東京から北に伸びる、放射状鉄路には、西から順に、東武東上線、高崎線上越線、上越新幹線、 東北新幹線、宇都宮線、東武本線、つくばエクスプレス、常磐線などが並ぶ。これらを結ぶ、古城鉄路には、南から北へ、順に、武蔵野線、川越線、東部の打線、両毛線、水戸線などが並んでいるが、県庁所在地である水戸、宇都宮、前橋、埼玉総合を結ぶ列車は存在しない。経済的、地政学的には、この、線の範囲が、 北関東にあたる。扇の骨にあたる。幹線道路沿いには、工場が多く立地し、前述の北関東工業地域を形成している。2014年10月1日以降、関東地方の JR 東日本の在来線で、東京近郊区間外は、水軍線下宮駅、東北本線黒磯井北、上越線水上井北のみ、茨城県の鹿行地域は、 成田国際空港にも近い。また、栃木県北部及び茨城県北西部は福島空港も利用圏内である。ありがとうございます。